おはようございます。おはようございます。2日目ね、なんかいい天気になりましたね。なんかね、寒さがだいぶ和らいで、こんな一日一日変わる。いやもう寒波が過ぎ去ったっていうことでしょうよ。え、なんでステピーさん昨日泊まったホテルに悪霊がいたんですか。お前がちょっとでも経費抑えようとしてな安いところをな、そのトレーニングなさしたからよ。そういうの他にもないしさびっくりしたわ。え、ずっとトイレからゴボゴボ音が、トイレが一晩中ゴボゴボ。え、それはまだいいとして、うるさいっつったら止まるんでしょ。いや、めっちゃ怖いやん。中に誰か住んでるんだな。いや、怖いってじゃあ、ケチった僕も悪いんやけど、で、まあその部屋自体もピーさんの荷物さっき持って入ったじゃないですか。で、ピーさん狭って言ったじゃないですか。で、まあまあまあ、ピーさん体ごっついし、まあまあまあ反射的にはあったやろなっていうところがね、あったんですよ。でも入った瞬間、あれマジでシルバニアファミリーで刑務所ね、シリーズ出たらこれ出るやろいうような感じの部屋やって、あってるだけやんって反省できない、想像できないって。いや、なかなかでしたね。ほんま致命傷やったんか。 Wi-Fi 繋がれへんやん。そうで、うん、もう Wi-Fi 何倍って全然流れへんから、うん、で言うてもいるやん。そうですね、うん、で俺もあんまりにも腹立ったからさ、はい、フロント行って、はい、Wi-Fi 繋がれへんから、はい、でゴポゴポ言うと、はい、見たらちょっとゴポゴポに関しては分かりかねますがWi-Fi に関してはちょっとちょっとしますね。何するんですかこれでも例えば再起動します。あ、はいはいはい。そんな俺んちみたいなことすんの。まあ、ホテルだ。まあね、ああいうホテルは多分ほんまにモデム再起動か、各階に市販のモデムみたいな感じなんやと思いますけどもね。再起動して5分ぐらいに繋がると思います。はい、再起動して、やったら今繋がりすぎた。止めきちんとこの聞いたやつ、はい、そうですね、繋がれて、うん、繋がらないっすね、だよかったで、繋がれへんとかあるとか言うな。延々接続中って書いてあったから、繋がらないっすよかったのに、その後にゴボゴボ言うしなって。いや、ゴボゴボ言わないですよ。俺だけなん、ゴボゴボ。ただ僕がいた回にちょっとイカれたやつがいたんか知らんけど、ビビるぐらいでかい音でテレビ見てるやつはいました。もうね、廊下歩いたらもう今まさに俺がイヤホンつけて聞いてんのかないうぐらいの音量なんですよ。で、部屋にまで音量がぶわーってくる、テレビの。なかなかでしたね。かわいな、お前は音量に悩まされて、俺は別の音量に悩まされて。いや、そうですよ。さあ、今日も頑張りましょう。昨日4万円負けたんで、なんとかちょっとでも盛り返してね、頑張っていきたいなと思います。抑え気味で頑張って。そうですね、そのあんまりこう、大勝負っていうか派手に、行こうかなとは。ちょっとさすがにね、負け額が大きすぎるんで最近。そろそろせえせんすね。はい、わかりました、はい、頑張ろう。行きますんで皆さん楽しんでいってください。行ってまいります。バイオ行こう。あ、バイオ行く。よし。イエーイ、バイオ取れた、玉持ちいい。はい、じゃあ、2日目、加古川編2日目、バイオハザード、レジデントイービル、行きたいと思います。はい、休館スタート。あ、休館って違法じゃなかったっけ？モードビーの可能性あり。でしたよね。うん、休館はね。あ、今、俺の一打が効いたってことですね。朝一の。で、まずは、チャンス目。で、あれも来るってことだね。なんとかアタック。まあ、設定云々とかっていうのは期待せず行きましょう。もう朝一みんななんかバズリスクと番長に走らはったんで、うん、まあ何かしらの情報を掴んではるんでしょう彼らは、うん、よう回るわよう回る。1000円で50分回転、うん、よう回る。ほんまそっか、一応最新台だよ。
この4台、まあ、そうこのお店で言うたら、そうそう、留吉も老眼入ってくる年だから、あのこれからそれ見るときとかもメガネかけていやーね、それ早い人でも4、もう30後半から来るから、まあ来るって言いますよね。しかも近眼じゃない人が来るらしいから、あー僕近眼じゃない、だからむっちゃ早いと思うね、留吉、うん、まあでもなんか昔に比べて見づらくなってる気はしますよ、うんうん、目は確実に悪なってる。だからまあ、もうモード以降のことで考えといたらええか、うん、ね。ここには行かれないから、モードが大事だから、モードがあんま大事だね。ねえ、で通常 A が200ゲーム後半、400ゲーム後半で前兆が発生しやすいということですね。で通常 B やと100ゲーム後半と300ゲーム後半に前兆が来やすい。で400ゲーム以内の、クライマックスバトル当選率が 80%。 で通常 C は200ゲーム後半、400ゲーム後半で前兆が発生しやすいということでございます。これは通常 A にあんまりいかへんかったらいいんですよ。そうそうそう、うん、この台はもう B と C をうろうろしてくるんです。そうそれが一番いい。まだ2000円で125円。いや、やばすぎますよ。もう俺めちゃくちゃもう今めっちゃ楽しいですね。たった2000円で、うん、あで天国は150ゲーム以内ね。でこれが一応天国の前兆が始まったということね。これがなんか170ゲームぐらい回すのに昨日、うん、8000円ぐらい使ってませんでしたまあ、お財布に優しいな。いや、いいこと、いいこと、ほんま。イエーイ、黄色のバレット。これね、なんかこのガセ前兆の発生場所やったりとか、その色がどこまでステップアップするかとか、で、なんかモードの示唆にもなってるから、やっぱおもろいんですよ、この台は。だから、ここでは当たらんすね。天国ではなかったと。で、ちなみにこの101から150ゲームで、ガセ前兆が発展せえへんかった、ガセ前兆が超えへんかったら通常し確定なんですね、まあ、そういうところもね楽しめるっていうことですな、はい、でちなみにこの今150いきましたね。でここから200ゲームまでの間にベーカーズディナー行ったら、通常 B の可能性がアップするとチャンスっていうことですね。ちなみに151ですよ。ちなみに今だとおそらく2000円なんですよ。素晴らしいな、うん、いやいやな、3000円目に手出しますよ。153回転、うん、いいことです、いいことです。ここで来てほしいわけですよね、通常ベイカーズディナーが。バイオポイントのたまりがええのか悪いのかよくわからんな。ちょっと遅ないか。ああ、やっぱそうね。チャンス目、チャンス目、ちょっと遅かったね。1ゲーム。一応休館スタートやったから、まあちょっとチャンスやでいうことなんですね。ただ朝一っていうのが、それも朝一は通用する考え方なんかっていう話なんですけども。まあ、朝一だからどうせ1回当たるまでは打つわけですからね、まあ、空当たりは早い方がいいんですけど、もうすぐ175ですね。ここやからね。174で次はね175、ここってことですよね。でシルエットはなし。どこ？ここ。お前たらどこに出てんの？こっちや。うん。ここに出てくるらしいんですよ。多分。ここに。なるほどね。うん。だからまあなかったいうことで、一応保険でもう1ゲーム見とこうか。あ、何回ですね。出たら出っ放しなんかな。ちょっとまあその辺よう分からんけど。出っ放しってことないかな。モールでザアタック。静かに。
あ、なんか静かに寝てろ。静かに寝てろ。もうなんかね、要素が多すぎて。ちなみに静かに寝てろは、うん、通常 B 以上しさ、ジャック。あ、マジですか。ジャックね。あ、あ、また。え、なんで？これは基本パターン。基本パターン。はいはいはい。でも一応あれなんやね、モード B のあれは揃ってんねや。ただ前兆がけえへんかっただけで、うん、あ、なるほどね。まあ弱しか出てないっていう状況ですからね。まあほんまにあれでしょうね、なんやろ、その前兆の場所と か、 なんかそういうこと、要素を結構いろいろ組み合わせてのチェリー。やられてたまか。おお、超えた。ナイス。もっと超える、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 超える。200。200ポイント。あのさっき、さっきピリさんが言ってる間、いい日の時、うん、やられてたまるか出たんですよ。やられたまるかは通常 B 以上の強ですよね。で、通常 A と前兆の着方が似てるんですよ。ああ、で、それって通常 C の特徴なんですって。へ、だから通常 C なんかもしれない。静かに寝てろ。これは普通なんですね。あ、これ弱でしたっけ、うん、だから通常 C やったら天井が503ゲームなんですって。はいはいはい。だからまあ選ばれることはいいことなんで、うん、まあ、ここでやから全長来てくれてたらありがたかったんですけどもね。そしたらあの250から300のところで、あの米格店行ってたら通常 C 確定やったらしいんで、まあでもさすがにこんだけいろいろ通常 B 以上の差があるってことはもう A ではないと思うんですけどもね。どう思います？そうやと思います。ねえ、明日も C なんでしょうね。B ってこともないと思うねんな。 B で起こりやすいところで前兆は来てないんで、全く、うん、さあ前兆は来てますね今。はい、いや、まあまあまあ単純に普通にゲーム数での前兆、まあ、ここはなんかそのモードの示唆とか特にない。ただなんかでも割と熱そうやな。なんか強い。ベルトジムは行きましたね。423万。で、450から500っていうのが、全モード不問でチャンスのゾーンということですね。うん、通常 C やったとしても、ここまで連れてこられたらしんどいな。うん、ね、あー、ごめんなさい、追加でした。ちょっと惜しかったな。あとでコンビニでやりますわ。で、今1枚なくなりました。いや、怖いなこれ。結構ゲーム、いや、そうっすよ。迫力あるわ、なんか、うん、浮き火、まあ、映像がまたね、特にこれがやから VR で出たんですよ。あ、そうなんや。あの発売当時、うん、そのプレステで普段通りやるやつと、まあ、それはそもそもがこの一人称なんですけど、うん、とプラス VR 版が出て、やばすぎません？怖い。なんか部屋だ、うん、こんな風に不気味なのかおったら徘徊されてね。そう、徘徊されてな、うん、
らの家族だ。これベーカーディナーも食っちゃうんかな、どうもなんか言ったら。え、なんてベーカーディナーも食っちゃうんやろな。まあ、ピーザやったら食えそうですね。あ、当たりそうですね。当たりそう。私はやっぱりまあ通常 C やったと思いましょう、単純に。でやっぱ通常 C とかが選ばれやすいのは高設定ということなんで。あ、やってた。多分ここで当たるはずですね。はい、当たりましたね。493ゲーム、その年12本ですね。はい、行きましょう。え、アイテムが、いや、アイテムチャンス2個の緑バレット2つ、黄色バレット3つ、はい、と、あ、赤1個取れた。あ、取れた。やった。ちょっとこれ通したいですね、うん、赤バレットはね、素直に喜べるから。何出てくるか、ドン、レベル1アップね。と、あ、2個アップしましたよ、レベル。いいよ、いいよ。で、いいですね、うん、今がもうレベル4やから、すでに。じゃあ連打でいきますね、はい、いいですよ。行くんちゃう、これレベル8までいった。 8.4 分の1ですって。トータル 85% オーバー。ちょっとこれは頑張りたいですね。これは行くんちゃう、これは行きたいな、うん、これちょっと行きたいな、うん、行きますよ。まあファーストステージは行き数ように突破したいですよね。いや、それはもう行くでしょ、こんなの、うん、トータル 85% あ、いきなり、うん、これってもういいってことなんかな、うん。シャメとかやったら余計いいんやけど。あ、やった、シャメ。これどうなんやろ。でも突破でしょ、これから。いや、あかんのじゃん。え、あるかね、これ。あかんかったってこと。やつを逃がすわけにはいかない、急ぐぞ。え、あのチャメ意味ないとかないでしょ。弱っとる、弱っとる。あ、でも赤いですよ、パニックチャンス。このまま、やった、はい、よし。まあまあまあ、ここはね、はい、ここは倒せ。あのチャメどうだったのよ。なるほどね。ちょっとほんまに。さあ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 、第一関門突破ですよ。次は次、次、次。ここがやから 55% ですっけ、ですよね、はい、いやー、ちょっと頼むわ、通したいな、通したい。いやー、マジで1万2000やろ、ここ通しときたいっすよね。頼むわ。答え怖いね。4.5、はい、近い近い近い、うん、あー、ちょっと、あ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 、レア役、レア役やで、レア役やで。チャメ、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 これはいったやろ、これはさすがにいったやろ、さすがに。うん、よし、ほら、ほら、いった。空行くよ、空行くよ、いいところで行きました、いいところで行きました。よしよしよ、テンキュー、テンキュー、全ての人にテンキュー。やりました、嬉しいですね。これは純粋嬉しいですよ。1万2000しか使ってないもん、だって僕。よし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 、で、ここでまた600万以上出せたらね、いいってことですから、頑張りましょう。よし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 、これは嬉しいわ。うわ、ちょっとショーティングアタック100ぐらい乗らへんかな。ああ、ね、彼はもう心配だ。次はルーカス・ベイカーを。むっちゃ増殖させたい。わさわさわさってね。ああ、わさわさわさって言ったらいいかな。
レアアップしてるかな。ちょっとピンさん、あかあかあか、怖いなぁ、あかあかあか、あーもう、あーあか、あいた、あいた、ぎょうさんが来てる、ぎょうさん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 、あばばばば、いや、割といいんじゃないですか、割といいと思う。81、あわよくは3桁欲しかったけど、うん、だって、5枚でしょ全部、確かあこれで400枚ぐらい取れるんで、よしよし、いいです。あでもこんなもんやと思うんですよ、100ってあんま見えんじゃないですか、でべったり駆け抜けへんやろ、まあ多分ね、うん、細かくいきましょう、よしよしよし、残念、乗らない、あステージアップいいですよ、赤まで行ったナイスステージアップ、星2つか、あでもいける大丈夫でしょう、オッケー、行きました、ナイス、はい、ワイルドファイヤー、ベル引き続けるやつでしたっけ、うん、確かね、全部ベルがいいよ、このマガタマラ、レアークも引いたっていいんですからね、大きいな、よしよし、やったー、おー、来た来た、いいですね、いいですね、全然乗りました、すごいや、うん、素晴らしい、素晴らしい、45上等でしょ、ね、45は上等ですよ、取れたら、うん、でかい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 、62に戻りましたわ、でっかいでっかい、これはさあもうまくっております、はい、47枚出しなんで、おレアチャンス目、いいですよ、なんかジジレみたいな、あいきなりミッションいっちゃったよ、まあでも乗るは乗る、ジェイゲームゴッツですね、ありがとう、順序5枚でね、ジェイゲームゴッツですから、チャンス目、ラストミッション、ラストか、あーあかんわ、あーあかん、乗りましたね、オッケージェイゲーム、ありがとうございます、いいよ、おい、チャンス、全長に入ったか、ワイルドファイヤーの、もっぺんワイルドファイヤーやりたいですね、しぶとく行こう、しぶとく、はい、ラストがモールデッド殲滅、キャットインはなし、残念、はい、ということで738枚、
これデフォルトですよね、うん、確か収録画面。まあ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 全然いいんじゃないですか。いいね。ね。朝一これ撮らせてもらうのは非常にありがたい。休館。ああ本館。極限サバイバー100万円でやってるわい。うん、勝ちたいからね。ということで勝ちたいということで今日はどうやら勝つ。そうなのよ。行くっていう話ですけど。俺らアホみたいにさ、はい、何やったら定食屋行ったり、はいはいはい、町中華行ったり、はいはいはい、しがちやんか。そうですね。なんでご当地のもの食わへんねんと。なるほど。こんないろんなところ行ったら、うん、いろんな地域にやっぱりご当地ものって存在するわけですよ。確かにね。ただねこれね一つ言いたいんですけど、うん、ご当地ものやからうまいっていうわけじゃないですから、ね、それは言えてんねん。でもやっぱり食うとかんとあかんみたいな、まあね、でご当地ものが残ってる理由っていうのも、うん、やっぱりあるっちゃあるとは思うんですけど、はい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 、観光に関わらずね、はい、やっぱりうまいから残ってるんやと思う。なるほど。うまいものは淘汰されるし。なるほどね。なんで今日は加古川のご当地、はい、カツ飯っていうのをいただこうかな。カツ飯、はい、もうカツ丼ですやん。中が牛ちゃうかな。あ、なるほどね。ビーフカツ。ビーフカツ、あ、まあまあまあ、まあ、になるんじゃないかな。いいですね。まずいってことはないやろうし、うん、ね、ちょっと楽しみです。ここがこんなとこあんねんな。ね、なんか商店街。商店街的な。うん。あ、でもそこは屋さんがあるような感じは。この際はこのおしゃれなヨーロッピアンな感じ。今でも似合いますか。全然。全然似合いけど、今も使う人おんのかね。この間なんか関東渋谷かなんか行った時、うん、あってめっちゃ使ってはる人いましたね。あ、おるんや。ただでも何やってんねんと思いましたけど、携帯こう見ながら電話してはって、うん、でもじゃあまあ確かに元々って言うんであれば一回来てみましょうよ。させていただきますよ。しかもあテイクアウトやったら安くなる。あ、そうなんや。中で食うたらかね。じゃあ行きましょう。ビーフカツ飯が定番のやったらビーフカツ飯ですね。ビーフカツ飯いきますか。ウインナーねえの。あ、すみません、僕の方トッピングでウインナー1本つけてください。僕が赤ワインで白ワインで、はい、で白はあれですってホワイトシチューを連想させる味。へえ。そう、でもなんですね、青からできるんですね、これカツ飯。味噌汁ですね。味噌汁。味噌汁。あ、これおかわり中らしい。美味しい。あ、美味しい。美味しい。大根。なんかね、豚汁ちゃうの、豚汁の味がする。そう。あ、だから多分。でも。ポークエキス入ってんやと思う。ポークエキスっていうか、そのカツとかでこう余分なところとか。うん。え、でもそうちゃうの、なんか豚汁の時のただの味噌汁じゃない。いや、でも浮いてないな、もう油が。うん。入ってない。あ、ほら、でも、いや、今、うん、大根の味、うん、いや、美味しい、美味しい。めっちゃ美味しい。たまらん。すみません、ボケです。あ、ボケです。すみません。来ました。ほら。いいですね。これ、ボケで。素晴らしいです。いいですね。海から行ってみようかな。定番から行くべきかな。緑かな。いや、一回緑から行ったな。緑で、ね、うん、じゃあ一回、さすがにね、ビフカツなんてもう食うことあんまないじゃないですか。辛い。辛い、辛い、辛い。美味しいっすわ。めっちゃイタリアン。イタリアン。いや、そのバジル入ってるし。うん、美味しい。僕バジルめっちゃ好きなんで、はあ、スパゲティでも何でも バジルめっちゃぶっかけるんで、はあ、バジル大好き人間。もうほんまに娘できたらバジルにしようと思ってるんで藤田バジル。あ、ちょっとおしゃれやな。純和風な、ワールドワイドに通用するでしょ。美味しい、美味しい。ちょっと白シチューを連想して作られたらしい。これがうまい。俺、白の方で圧倒さ。あ、白がすごいんや。うん、へぇ。で、最後が。で、最後このデミグラス。デミグラスで、どんどん更新していった。
旨味がやっぱデミグラスやわ。そうなんや、うん、むちゃくちゃ美味しい。だから問題はコーンソースがご飯に合うのかっていうところも出てくるやんか。そう、合うのはデミグラス。デミグラス、やっぱり緑のやつはかなり癖があります。なるほどね。でも、うん、ご当地ソースでも美味しい。うん、あ、バジル強い、うん、で牛カツなんやな、これな。そう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 、あんまりとんかつは食うけど牛カツって食わへんもんな。牛カツって食うことないしよなあ、うん、たまにその差し入れでもらうなサンドイッチぐらい、うん、で外で食べようもないな。その老舗の洋食屋とかやったらようあるけど、うん、むっちゃ高いイメージあるじゃん。あるある。なんかあ、ホワイトソースご飯に合うぞ。うん、甘いのに。シチューご飯で食う人いるじゃないですか。いや、それか、うん、このホワイトソースめっちゃ美味しい。入れ方やらかいわ。なんかこれ歯いらん。なんかもう歯いらんばっかり。もう歯折ってまえこれでもほんまにデミグラスの味が、うん、やっぱりの一番馴染み深いから、うんうん、おデミグラスやっぱデミグラスになってなったけど、うん、食べて慣れてきたらそれぞれやっぱり味があってな、うんうん、でこれバジルは思った以上にバジルや、うん、気を合わせ、うん、気を合わせ、そんなん言うていい？気を合わせ、行きますよ、うん、極限サバイバー100万円でやってこい。